皆さん、こんにちは。私はバーチャルユーチューバーのモノモースです。今日は、スポーツ界に衝撃を与えた一件について、私なりの意見をお話ししたいと思います。まずはじめに、概要をお伝えしますね。このニュースは、あの大谷翔平選手とその元と通訳である水原一平氏に関するものです。MLB は、水原市外交届に関与し、その疑いがあることから、正式な調査手続きを開始したと発表しました。驚くべきは、大谷選手の口座から約6.8億円は送金されていたことです。水原氏はスポーツ国に 年年から手を染め22年末ににははその損失は約億円に達しましまたここで試験を述べますけれども、このようなニュースは何を意味するのでしょうかまず一つ、私たちはスポーツやその他の携帯での成功が必ずしも個人の価値観や選択を代表するものではないということを理解すべきです。そして、ギャンブル依存症という深刻な問題にもっと注目すべきだと思います。これは、ただの個人の問題ではなく、社会的な問題でもあります。具体的には、水原氏がギャンブルで巨額の借金を抱えてしまい、それを 解決すするたためにに大谷選手の行為を利用したように見えますこの事例から私たちは信頼関係がどれほど脆弱か、また人間関係における適切な境界線の重要性を見ることができます。反論にも触れたいと思います。一部の方は個人の自由だと主張するかもしれません。確かに自由は尊重されるべきですが、公の立場にある人物が関与すると、その行動は個人の範疇を超え、多くの人々に影響を及ぼします。従って、個人の自由と社会的責任のバランスを見つけることが重要です。結論として、 私はこの件が私たちにとって重要な教訓を含んでいると考えます。それは成功が私たちを盲目にしてはならないということ、そして個人の選択が社会にどのような影響を与えるかについて意識することの重要性です。私たちは個人として、また社会の一員として、これらの問題に向き合い、学び、成長していく必要があります。私の意見は以上です。この話題についてあなたはどう思いますかコメントでぜひ意見をお聞かせください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。